2020年2月17日、イーストジャパンバーバーズ GHQ の皆様と久々にお会いするため、僕は東京に向かいました。この GHQ とは、神奈川でお店を営むバーバーショップ S の清水さんを中心とした、首都圏で集うアメリカンクラシックを愛してやまない散髪屋の集まりです。初めて彼らとお会いしたのは2014年のことでした。まだ日本ではバーバーショップの流行が起きる少し前、 SNS を介して知り合った一部のコアなバーバーが飲み会をしているということを知った僕は、清水さんにメッセージを送り、2回目の集いから参加させてもらいました。当時この飲み会にはまだ名称などはなく、見たくれの凶悪なおじさんたちの飲み会っていう感じで、2回目の集まりでは Facebook を使って参加者を集ってもよいと承諾をいただき、飲み会をバーバーミーティングと銘打って、地方在住のバーバーさんたちにも声をかけていきました。その後数年のうちに、全国の至るところでバーバーミーティングと呼ばれる練習会や集まりが増えてきたことを機に、彼らは自らをイーストジャパンバーバーズ GHQ と名乗り、コミュニティのアイデンティティを作っていったのです。日本全国にいる利用者たちに影響を与え、模倣される対象となったことは本人たちの預かり知らぬことではありますが、必然だったのではないでしょうか。集まった面々の多くは、その後日本のバーバーシーンを牽引していくことになるスター選手揃い。しかしその話はまた別の機会に。会話の内容はごく平凡ながらも、彼らの変わらぬ造形の深さと本来の利用者としての資質を存分に味わう旅となりました。今日はそのほんの一部ですが、皆さんにシェアしたいと思います。こんにちは、ご無沙汰してます、中村です。お願いします。
はようございます。中村書店の中村でございます。昨晩はですね、GHQ の皆さんと、食事会をしまして、一泊宿を新宿で取って、先にウルフマンさんまで、移動して、まあ、徒歩で30分ぐらいなんですけど、移動しましてですね、それから、またオールに戻ってこようかなと思っております。飛行機の時間がこの後2時何分かな2時過ぎぐらいの飛行機で帰って、今日はこの後営業なので間に合うように移動したいと思います。なんならぐっすり寝ましたね。ありがとうございます。